大立城工場戦は、母親戦争の一つ、秋田戦争で、慶応4年8月21日に、森岡藩軍が、久保田藩領の大立城を攻撃した戦闘である。森岡藩は十二所の戦いで、圧倒的な兵員と新式銃、大砲で攻め込み十二所、大北地区を占領し、大立城に迫っていた。セ田村を占領された、久保田藩は、 戦国時代さながらのひなわ銃ばかりで新式銃は、わずか5丁と絶望的に劣っていたものの、南方で起きていた庄内藩との戦闘の残存部隊をやりくりして、大立城を防衛しようとした。大立城の北にあった広崎藩は、津島で一方隊を大立に移動させ、さらに藩境に部隊を展開させていた。大立城工場戦、戦闘図8月20日。 森岡藩軍は扇、田村を占領し、火をつけて焼き払った。久保田藩は、北部の雪沢口への総攻撃を計画していたが、敗戦の方が入ると戦線を縮小、大立城を守備するため城の周辺に布陣した。布陣は、東は、長根山の山際から、西は、米城川の沿岸がまで、一里余りに渡った。兵力はまたぎタイや 農兵隊を加え500余命であった。8月21日、森岡藩軍は大館城を攻略しようと都下を開始した。総隊が集結したのが午前8時で、直ちに進撃に移ったが、側面の山立村にいた、久保田藩軍から激しい砲撃が加えられた。 桜庭広吉隊は一隊を山上に登らせて上下から攻撃したため山立村の久保田軍は撤退した。餌釣り村や金谷村は焼き払われた。山王台近くで桜庭隊と向井クランド隊は合流し山王台の久保田軍と交戦したが奈良山佐渡が率いる本隊は扇田付近の残敵整理に手間取りなかなかとかできずにいた。この時 向井隊は援軍要請をしなければならないような状況であったため、飛没後、向井、桜庭隊は若干の兵力を三大台に残し、米城川の河原に引き上げた。奈良山は22日に奈良山隊の都下を待って三勝一致して総攻撃に移る胸を伝達した。河原に引き上げた向井、桜庭隊は側面が深田のためし地にいることを危惧し、 夜襲を決意した。午前1から3時ごろ、全員軽装になって繰り出し、三農台で漆黒の中での戦闘が2国ばかり、続いた。その後、両軍発砲をやめ夜明けを待った。向井、桜場の2部隊6 0余命と奈良山の応援隊、約100名が、久保田川に対して、不人をしく形となった。八月十二日の朝五時過ぎ、一発の大砲を、 合図にして、前線で戦闘が開始された。最初、向かい隊は合図を間違え、進め、のけ、撃って、撃つななどの相反する命令を立て続けに出した。内藤十安は、もし標法に、心あれば、味方の勝利はおぼつかなし、敵の軍に伝なきは、味方の幸いなりと記している。久保田ハンガーで、大立上等の根本玄三郎隊と、 小林主林隊は、一時は、長根山山6まで、森岡藩兵を追撃したが、深追いしすぎて、小林小隊長は、副兵の弾丸に倒れた。本堂では、根本淳助隊を軸として、攻勢をかけたが、森岡藩軍の精鋭が強撃の態勢を取り、大勢は逆転されてしまった。二階堂広志の進む隊は、本堂隊を助けようと、 池内村まで進出したが、高場から打ち込まれ孤立していった。広崎藩の応援部隊である、津島広史左衛門の隊は、二階堂隊を助けようとしたが、これも叶わなかった。久保田側は、次第に、総崩れとなっていった。大立城上代の佐竹山とは城に退き、牢城を覚悟したが、根本淳介に退場するようにいさめられ、午前8時前、 城に火をかけて撤退した。森岡藩兵の大立城一番乗りは午前9時、前であった。森岡藩の砲撃で破壊された大手門からは、青木俊介等の秋竹隊が、東門からは、目付参謀の大田連八郎等が一矢倉を組み、同時に乱入した。奈良山佐渡は、米城側の福兵に阻まれ、三農台の陣地に到着したのは午前11時。 五路であった。佐竹山とは、沼立街道を通り、ほたき沢を越え山田村を経て本堂に入り、綴子り村で防戦をしようとした。しかし、追いついてきた兵は百名も足りない。そこでさらに、小綱木村まで尻き、二条城村に本陣を置き、難所として名高い君町坂を、防衛拠点とした。この日、早口村にいた。 久保田藩の十二諸軍は応援のために岩瀬村まで進出したが、落城と聞き引き上げた。また、広崎藩は3体170名の増派を決定、前夜のうちに出発させていたが、街道は大館からの避難民が増えるばかりで進撃は不可能と判断し、大館城まで伝令を急行させた。しかし、大館城落城の情報が入ると、部隊を撤退させた。 大館を占領した森岡藩軍は、徹底的な小土戦を展開し、大館は猛火に包まれ、29件を残して、町は消失した。奈良山佐渡は、正午頃に、大館入り、午後1時に、大館の諸役を集め布告を行った。内容は、慶応の年号を廃止、延寿元年と改め、新領主、南部俊久のおぼしめしにより、 今後3年間の租税を免じるというものであった。また、おぼしめしに逆貴者があれば旧族まで在家に処するという内容も含まれていた。同じ内容は大田村でも同時刻に布告された。占領地の書道には南部領地の標木が至るところに建てられた。この日の久保田軍の戦死者は28名、負傷者は19名であった。また、 森岡軍の戦死者は2名、負傷者は2名であった。23日、二条城村の久保田軍本陣に、やっと部隊が集結し、夕刻頃には300名の将兵が集結した。残りの兵隊も24日にはほぼ集合し、再配置を行った。森岡軍は軍議を開き、広崎藩を仲介として、久保田藩との和平条約を結び、戦争を集結させようとした。 23日、目付役のテルイ・ケを密かに怒りが関へ派遣し、以前、同じ王の藩が藩家を交えるのは、好ましくない。一万一の場合その終戦の牢は惜しまないとの、密使があった広崎藩が牢、鳥谷森陣也と連絡を取ろうとした。だが、鳥谷森は、怒りが関に、不在で、和平交渉は失敗した。24日、 大館北部の町倉村の森岡軍に広崎藩の使者が使いを出した。広崎藩が神馬村に退陣する意向を伝えたものである。森岡藩でも広崎藩の津島隊が戦闘に参加していたことを把握しており、この申し込みをキーに感じたが、結局はこの申し入れを受け入れた。ただ、このことは、後々、新政府側が、 広崎藩への疑惑を深める原因になった。数の死死に関した数の死 1987P560 から563。北六母親戦記改元の件は、大立母親戦記に記述があるが、これは伝文であり、森岡藩の国元でも、改元の形跡はなく本当の話か疑問であるとする、意見もある。北六母親戦記より、 カズノシに関した1987カズノ P564 ありがとうございます。